ちあちゃんね、ほらここに説明書きがあるんです。子供の日やったらなんかあの鯉のぼり上に つなげてたりね。で、何やったかな、鬼滅の刃のあのそうそう、あのここに番号をつけ無限っていうのをつけてたり、そんなんなんです。ね、始発ちゃんが神戸駅を取材に来ています。始発ちゃんがはしゃいでます。いいよね、始発ちゃん、こんな風景ね。素晴らしいですね。始発ちゃんも今忙しいです。あの声だけなんで、航空機の離着陸する様子が写真に撮るように確認します。また正面は大阪湾で、遠くは紀淡海峡、友ヶ島から紀州の山々が確認。よく離れた国は関西国際空港と呼ばれています。東側は限定目線でいる。あのセーラームーンが人気なの。ピンク電話か、ピンク電話、ピンク電話か、何ピンク電話、あ、ピンク電話あるわ、電話、ほらこれ動くの、こんなとこに反応すんねんね、誰だ。スマウラ三条遊園の売店でお土産を買っておられます。シアツちゃん感激、どうしましょう。どれも素敵、あらまー、3030はあるの、3030、いや、あのこの辺がそうです。このね、3030ってのはこの間引退したばっかりなんで、はい、じゃあこれにします。どうもありがとうございます。始発ちゃんが山陽の須磨浦湖駅を取材しています。ロープウェイとね、山陽電車がこう重なるというね。ロープウェイも撮れました今。あ、ほんまやな。ぜひ近く行ってみてください。シャープちゃんが今神戸市電を取材に行っています。あれ、こう右斜め前ぐらいから写真撮るのいいよね。はいはい、あ、はいはい、神戸市電仕様に変えて。あれ、何周りって書いてるの、吉田町周り。へえ、これ実際に使われてた、こんな表現なの。はい、へえ、始発ちゃんがアージアさんに来ました。これも取材なのか、おやつを単純に買いたいのか、恐る恐るこの駄菓子屋さんに来ましたけど、ご存知かどうかわからないけど、渡辺フラワーさんっていうこの歌手が今年なんか20周年らしくて結成で、海岸線20周年の PR 大使に選ばれたアジアさんで、ミニクレープ、あ、どうぞ皆さん、ください。あ、マヨネーズ、ありがとうございます。今日は何が入ってるの。カスタード、甘いやつやね。どうですか、味の感想は。おいしい、おいしい、味の感想、最高。これで100円はやばいですね。始発ちゃんが和田岬駅にやってまいりました。始発ちゃんが和田岬駅を取材しています。さあ、どんな感じかな。じゃあちょっと私は見送りを。六甲ケーブルに乗りました。始発ちゃんが六甲ケーブル三条駅に行きます。出発進行。手振ってくれた、いってらっしゃい。
っちゃいた。六甲ケーブルの下、水が流れてるんですね。あー、トンネルの中入っていった。綺麗な、六甲ケーブル、六甲ケーブル三条駅やったかな、はい、駅にやってまいりました。バスです。懐かしいな、久しぶりに来ました。六甲ケーブル三条駅、このね、駅舎がまたいいんですよね。近代化産業遺産、近代化産業遺産やって。なるほど、あ、ケーブル、電車ちゃう、ケーブル行っちゃった。駅改札です。すごいな。まあ、あとにもかくにも、綺麗な駅舎ですね。これさ、傘じゃない？これ、こういう、あ、ツバメの巣があって、糞が落ちないように？わあ、そんな配慮なんや。ほんまや、あそこも巣があるわ。あそこ、うわ、すごい望遠のレンズで撮ってあるよ。始発ちゃんが神戸電鉄三木上野丸駅にやってまいりました。20分後ぐらい三木上野丸駅に始発ちゃんがやってまいりました。神戸電鉄の三木上野丸駅の取材でございます。ここはですね、北条鉄道の播磨下里駅です。始発ちゃんが雛森おわらちゃんのイラストを見ています。かわいい、かわいいね。これ駅舎の中は今これ閉まってんの？そうやね、入れるはずやんね。どうぞどうぞ見ましょう。この駅名看板がいいよね。またしはすちゃんがイラスト描いてんねんけど、どっから描くとかね、こういうのが描く人はお勉強になるみたいですね。しはすちゃんが北条鉄道を撮っています。始発ちゃんがですね、北条鉄道の押さえ駅にやってまいりました。この鳥のさえずりがいいよね。そうですね、始発ちゃんと水間鉄道にやってまいりました。水間観音駅でございます。始発ちゃんが水間鉄道さん、行ってらっしゃいって。今日水間鉄道来てよかったね。